1976年の送別駅と、周囲約500メートル範囲。左下が、伊達門別方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成送別駅は、かつて、北海道薄郡送別町アザ滝の町に、設置されていた、日本国有鉄道胆振線の駅である。電報略号は卒。 イブリ線の廃線に伴い、1986年11月1日に廃駅となった。1980年9月まで運行されていた、急行、イブリの停車駅であった。当駅が所在した地名より、地名はアイヌ語の総別に由来する。この滝とは、東屋湖から総別川が流れ出す地点にかかる総別滝のことである。廃止時点で、 島式ホームの片面を使用する一面一線を有した地上駅であった。ホームは線路の北東側に存在した。かつては島式ホーム一面二線を有する列車交換可能な交換駅であった。使われなくなった駅舎側の一線は交換設備運用廃止後もくっちゃん方の点滴機と一部の線路が撤去された状態で側線として残っており、 保線用モーターカーの留置に使用されていた。業務委託駅となっており、駅舎は校内の北東側に位置し、ホームとは側線を渡る校内踏切で連絡した。駅前広場には、温庫の木を囲んだロータリーがあった。1997年時点では2本のホームが残存しており、旧校内は雪捨て場の広場となっていた。2010年時点では、ホームや 線路跡は整地され、道路に転用されており、道南バスの送別役場前バス停留所にも利用されている。また、当駅跡から伊達物別方に行った昭和新山の山麓近くに、上、長和駅当駅間の線路付け替えの名残として、送別側にかかっていた鉄橋の橋台が残存している。 1997年時点では現地までの道がなく、木々に囲まれており、探訪が難しい状況であったが、2011年時点では、昭和新山鉄橋移行公園として整備された。その他、駅跡の建物別方にある、市名園バス停近くの国道沿いに、線路付け替え前の急線跡を示す、国鉄胆振線跡と記された案内等が混流されている。 旧駅舎は1987年3月31日に日本テレビで放送されたさよなら大放送面白国鉄スペシャルにおいてオークションにかけられ奄美大島の奄美アイランドに移設された2010年に発生した水害と土砂災害で奄美アイランド全体に甚大な被害があり旧駅舎も損傷その後修理され王子と外観は変わっているものの 2020年現在、保存されている。ありがとうございます。